どうも、なおちんです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は理想的なスキルが完成しましたので、モンスターと合わせていきたいと思います。魔法系なんですけども、まあ S ランクのね、強いモンスターいるんだけども、とりあえず今は竜王しかいないんですよ。竜王が一番賢さが高いかな。なので竜王をとりあえず強化したいと思います。で、 S ランクの強い、魔法系が出たらそっちに引き継がせる感じにしようと思うんですよね。とりあえず理想的なスキルですけども、一つ目がこれ、賢さアップ4ですね。賢さが200ぐらい上がるのかな、いや400上がったかな、まあ、とにかく賢さがめちゃくちゃ上がるんですよ。で、攻撃力アップするでしょ。で、さらに MP アップ4、強い魔法って連発が難しいんだけども、 MP アップ4がついてればだいぶ違うと思うんですよね。いや、全然違うよね。とりあえずこの2つと、もう1つの技がこれ、グランスペルですね。この3つをつけたいと思います。で、つけ方ですけども、まずグランスペルと、MP アップとかか、そういうのを合わせて、で、竜王の方に、賢さアップを上げてあげる感じでやっていきたいと思います。で、竜王ね、で、賢さを、あ、これ賢さこれ400上がるわ、めちゃくちゃすげえな。 OK で、竜王に、賢さアップだけで OK ね。はい。で、賢さ4を持った竜王がこれで完成ですね。で、次が、MP アップと、グランスペルか、を持った、モンスターを作りましょう。こっちが賢さアップついてるね。ならば、MP アップ、大きいやつがいいな。MP アップと、グランスペルだね。これを持ったモンスターを作ります。いや、これね、問題が3つのスペルともに、最大値600でしょ。600を貯めきれるかどうかっていうのがちょっと難しいかなと思います。どうだろうね。まあ、とりあえずグランスペルと MP4 を持ったモンスターを作ります。OK。では、今作ったやつと竜王を、レベル25だね。レベル25にすると、ポイントが100ポイントぐらい貯まるので、そこまで育成して、合わせてみましょう。はい、ということで、レベル上げてきました。上げてみましょう。どうなるだろうか。賢さアップ4プラス、MP アップ4のグランスペル200だね。 OK で、割り振りは OK ですね。で、賢さと MP グランスペルです。理想的なスキルを3つ持った竜王がこれで完成します。あとはね、これが全部200、200、200までいけるかどうか、ちょっと上げてみましょう。スキル割り振りね。まあ、うわー、ちょっと待っていや、全然足らんぞ、全然足らん。あ、まあまあ、これでレベル25にするとあと100は入るのよね。なので、賢さは200いけるけど、MP がいかんか。まあ、ちょっと25まで上げてみましょう。それでは、レベル上げ終わりました。26まで上がりましたね。ちなみに上げてる場所は、覇王城の上級ですね。ここで一回戦うと、6000ぐらい経験値が入るので、ポンポン上がっていきます。で、スキルを割り振ってみましょう。賢さからだよね。え？足らない？
足らないだと。マジか。あ、でもまあまあ、いいぐらいにはなったんじゃないっすかね。賢さが、あーすげえ。あと、もう少しレベルを上げると、賢さ600超えるよ。600超える。で、MP も、まだ全然上げれてないんですけども、310と、まあ、魔法5発ぐらいは打てるかな。OKOKOK。どれぐらい強くなったのか、ちょっと、戦ってみましょうか。どうだろうね。おーいおい、先生取られてる。さすがに500超えの魔力だったらば、だいぶダメージ与えれるんじゃない？リオグラで行ってみましょう。ちょっと待って、レベルによってダメージ変わるやつじゃないね。オッケーオッケー。で、防御していきますね。ワンパンでいけるか？どう？煉獄火炎で400ちょっとダメージ与えれるんですよね、ここ。やばい！やばい！やられそう！わあ！それでは気を取り直していきましょう。軽減されるな。あー、バギムーチョあたりでいきましょう、次はね。さっきは攻撃受けちゃったけども、今回まあまあ受けたとしても400あるんで大丈夫でしょう。ちょっと集中攻撃もらっちゃったね。どれぐらいいく ?500 とか言ってくれれば嬉しいけど。どうでしょうか、いけ !3、うん、いいんじゃない、まだね、魔力上がるから。うん、魔力あと、次のレベルぐらいでプラス60ぐらい上がるし、でレベルまだ26だからね。まだある、まだある。あ、違った、賢さプラス96だ。96、とんでもなく上がるし、 MP も若干少ないかなと思ってたけども、プラス96とか72とかどんどん上がっていくので、レベルが上がるごとに呪文は使い放題になるね。間違いない。はい。ということで、今日は、竜王を、理想的な3つのスキル、つけて強化してみました。俺が思うにこれかなと思うんですよね。賢さアップ4、MP アップ4、グランスペル SP ですね。この3つで間違いないと思うんですけども、どうでしょうか。まあ、もう少しね、上げて戦っていきたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。